コットランドのグルーピーさん、マイボディーズレディ、準備できてるよって感じでしょうか。英語、割と文章とかで翻訳は、化け物構築記事とか3年ぐらいかけて割と訳せるようになったんですけど、口語と口語表現とか、まあ俗語っていうか、とか、まあ、会話とかはまだあんまり上手くないので、うん、で、相手のパーティーが、ヘラクロス、スイクン、ニドキング、ニーフィア、ヒードラン、キノガサ、素早さ操作あるとしたら、ここはエルカゼ、スイクン、追い風、そんぐらい。あんまり速いポケモンはいない。キノガサがこだわりスカラを持ってるかどうか。で、天候はなし。どういうセンスしましょうか。威嚇2枚選出もありっちゃありだけど、そうしようか、つなぎの構築使ってるってのもあるので、遊び選出と言ったら失礼だけど、ただトンボとかで、繰り出して出しにくいな。こうかな。こっちの選手はレジュラムロス、ギャラバス。相手の選手はスイック、ニドキング。普通で言ったらニドキングが守ってスイカンが追い風から伊藤ビームが定石だと思うけど、何しつくんでしょう。それかニドキングが、ってか、命の弾は力づくの特殊な可能性も結構あるから、威嚇は問題ないのかもしれない、相手にとっては。一番ない線はレジュランドロスに水技だと思うから、まあ1段目ってこともあってちょっと安全なプレイをします。スイカは多分守れないので、うん、やっぱニドキングが守ってスイカが追い風か高風かレッドビームかしてくるんでしょう。多分ここで馬車も繰り出したの、技は通るけど自分も大ダメージ食らっちゃうからここでは出しません。追い風か、4倍弱点じゃなかったら、恩返しの方がタイプ1の威力103、技は通るんだけど、どうしようかな。恩返しの方が良かったじゃないか。何やってんだ。普通に一貫する方の恩返し、恩返しエロジーなんだといいじゃないか。愛してゴーストタイプいないんだから。なんかアホのプレイングだな、これは。よくない。あ、凍った。まあ、これはどっちでもいいんだけど。メガ進化前のヘラクロス出てきたから多分、凍らなくてもこれで倒せるんじゃないかな。まあ多分メガ進化枠がヘラクロスだったんでしょう。で、ネットは多分ガルラ、やけど期待されてるけど、やけどはしない。強い。
ラコンダ素直に恩返し打ちます。ギャラス方向に熱湯レートビームは多分来ないと思うので、レイジランドロスを出します。でガルーラが、まあここまでの動画見てる方だったら知ると思うんですけど、このガルーラ素早さが134しかないので、気逃すと同速なので、同速勝負待ってると眠らされたりします。まあハーパンチ打ってくれるのが一番助かるんですけど、ただ追い風状態だから、あれ追い風状態なのにキノコの星ではなく、まあハーパンチ打ってくれたので、キノガスさんも倒せます。これでで気合の助けは貫通、親子愛強い。相手のスイック何してくるか、レートビームをやられたわ。はい、まあなんとかなるでしょう。まだ追い風状態だから、一番確実なのは多分ニドキングがこのターンを守らないと思うから、不意打ちと滝登り集中でニドキング倒して、あとはギャラロスとバシャームでなんとかするみたいなスイックを積んでいけるでしょう。相手はニドキングが守らなかったから、不意打ちが通って半分ぐらい削れる。でここではもう、あれガルル攻撃しないんだ、めっちゃ効くな。ただ命の玉力づくでは、追加効果が発動しない代わりに威力がでかくなるので、毒の追加効果を気にしなくていいのはかなり助かります。熱湯をこんなガルルでしょ、さすがに燃えない、強い、このガルル強い。あとは追加をタコの上りして勝ちってことで、はい。グループ E さん、対戦ありが、グランピさん、対戦ありがとうございました。